現、魚沼市域における平成の大合併。小出には合併後に市役所が置かれ、地域の中心的役割を果たしている。小出町は新潟県北魚沼郡にあった町。2004年11月1日に、堀之内町、湯野谷村、広上村、相門村、入広瀬村との合併により、魚沼市となった。周辺は古くから小出教と呼ばれ、 小出はその中心地として発達してきた。鎌倉時代初期から、魚の川水運の加工としてなってきたと言われ、近世初期には、高田藩による上田銀山の開発で、銀山に通じる街道の宿場町として発展。近代では、第二次世界大戦前まで、静止の町として栄え、1950年代以降は、奥田ダミダム建設の物資輸送基地として栄えた。 このほか、統計小出1から3、小出町年表及び、魚根町の歴史も参照のこと。歩道部にアーケードのかかる本町通り、小出駅から魚野川を挟んだ対岸の中心市街地には、片持ちアーケードが連なる商店街が広がっている。国道352号沿いを中心に、車道、歩道ともに広い幅が確保されているが、 これは1980年代後半から行われた小出島地区と地区核整理事業により道路拡幅、商店街近代化、国設化が行われたことに由来する。この事業は国直轄の魚の川拡幅工事によって市街地全体を50メートルほど交代する必要が生じたことを契機として行われた。流雪港の発祥地を称する石碑。後ろに見えるのは小出橋。 ありがとうございます。